東京臨海副都心有明有明テニスの森公園地図有明コロシアム有明テニスの森公園は東京都江東区有明2丁目にある都立公園である。篠の目ゴルフ場の跡地に1983年5月14日開園、面積は約163,341.64平方メートル。公益社団法人日本テニス事業協会と東京都、 不当株式会社によるマネージメントチーム、有明テニスマネージメントチームが指定管理者として運営を行っている。園内にはテニスコート、芝生広場、ジョギングコース、遊歩道があり、また1万人を収容する有明コロシアムが付設されている。通年入園が可能で入園料は設けられていない。なお、臨海線国際展示場駅から行く場合には、 駅舎の西側にあるコロシアムブリッジが利用できる。2020年の東京オリンピックパラリンピックに向けた準備工事を実施するため、2020年1月6日より園内の施設が閉鎖されている。有明テニスの森公園は、テニスの公式試合であるジャパンオープンテニス選手権、トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメント、全日本テニス選手権などを開催しており、 日本のテニス競技の象徴的施設としてその名を知られる。2020年の東京オリンピックパラリンピックではテニス競技会場として使用される計画であるため、それに伴い日本テニス協会は東京都と連携して5000人収容の1番コート、3000人収容の2番コートなど、試合用屋外コート12面、主に練習用となる屋内コート8面、 練習用屋外コート14面の計35面を整備する。舗装はすべてハードコート。鉄道バス、有明テニスの森下車。ありがとうございます。